マタイによる福音その時イエスは弟子たちに言われた「誰も二人の主人に仕えることはできない」「一方を憎んで他方を愛するか一方に親しんで他方を軽んじるかどちらかである」「あなた方は神と富とに仕えることはできない」「だから言っておく自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと」 また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、借り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。 あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようかなぜ衣服のことで思い悩むのか野の,の花がどのように育つのか注意してみなさい働きもせず紡ぎもしないしかし言っておく栄画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった今日は生えていて 明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆、異邦人が説に求めているものだ。あなた方の天の父は、 これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。 今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。